型に乗ってるところもそのドレッドっぽいですね。断面を見るとこんなね、あのチューブの集まりだと、はい、こういうところを意識して入れていけばいいし。よろしくお願いします。毎度です。またひろいさんが来てます。どこどもで、今回はケゴッツォマチャイさんが絵を描きました。 I've been struggling with getting good line weight. Where can I add line weight to make the sketch drawing look better or have depth? あ、メリハリは結構つけられてるようだけど、それをさらに倍ぐらいの勢いでやれば全然 OK ですよ。おお、何か絵のアドバイスとかいただけますか？いや、まあこれは実際のね、人物を忠実に描いてるような感じなんで、うんうん、特に言うことはないんですけど、はい、ただアニメーションとして紹介してるんで、アニメ用にあのこういうドレッドヘアキャラを描くときどんな感じになるかなってぶっつけ本番で描いてみよう。ああ、お願いします。ぜひ。これのドレッドは結構太いですよね。うんうん、そうだね。レゲエのね、アーティストとかドレッドヘアって結構細いですよね。じゃあまずは頭のボリュームを書いておいて、アニメ作るときにやっぱ複雑なヘアスタイルだと大変ですか？最近はね、女性ももともとね、そういうキャラは髪が面倒なんだけど、男のキャラもね、線が増えてきて面倒になってるんですよ。やっぱヘルメットかぶってるキャラクターの方が描きやすいですよ、ですか？うん、そうですね。キャラよりね、あのロボの方がね、髪型とかないから動かないし。うん。では髪のボリュームをあたりを変えて、結構厚みがある感じですね。いや、こんなもんか。じゃあやっぱり線画でもそのドレッドのテクスチャーを入れるんだ。このモコモコは特徴ですからね。うん。あとは普通の紙の描き方より、なんか最初から最後まで厚みがそんな変わらないですね。うん、普通だったらピーって一本線引けばいいんでしょうけど、これはモコモコしてるから描いて時間がかかりますな。ですよね。あとドレッドだったらなんかこういう風に肩の上に乗る感じで、なんか形が持つ感じですね。うん、
今色鉛筆に変えましたか。そうですね、やっぱり影がないと。アニメだとドレッドヘアが大変そう、うん、もっと簡単な描き方もあるんでしょうけどね、うん、影入れると全然違いますね。四角いビーズをいろんな形そしてハイライト。そうですね、うん、こんなもんですかね。すごいね、素晴らしい、ありがとうございます、うん、やっぱり線画だけで絵を描いてもいいけど、こういう風に影も考えてハイライトも考えていろんな方法を使ってドレッドっぽさを出せますね、うん、表現できますね。形も大事ですね、その最初から最後までなんか均一な幅とか厚みが変わらないこともあるし、うん、あと肩に乗ってるところもそのドレッドっぽいですね、その重いからじゃなくてなんか形が変わったらちゃんと形持ちますね。まあ頭からチューブを生やしてると思えばいいんですかね影のつけ方、まあ、断面を見るとこんなねあのチューブの集まりだと、はいね、思って、まあ、影はこういうところを意識して入れておけばいいし。あーなるほど。あとは線画の描き方、これは一つの方法ですね、その単純な曲線よりこういうタオルみたいな描き方ですね、うん、柔らかい印象がありますね。穴埋めするわけじゃないけど最初のご相談のねメリハリをちょっとあのここら辺ガッガッとこれぐらい太くても全然大丈夫だっていうのを見せときました。うん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 。あとキャラクターのパーツ、なんか肌の線画と服の線画と髪の線画の違いがよくわかりますね、うん、コントラストがあってドレッドポスも出る。全体的なボリューム的にそのドレッドになってるなら薄い方よりなんか厚い方がそれっぽいですね。もっとねあのこれぞドレッドっていうあのフォルムがあるじゃないですか、うん、もわっとした感じ、うんうん、ああいうのも描いてもいいんでしょうけどね、わかりやすく描くなら、うんうん、でもドレッドはいろいろ他のスタイルもありますね、うん、正直に描くとあの地肌が結構あれ見えるでしょ、あのより集めてるから髪の毛を、頭の皮膚が見えるでしょ。ああ、そうだね、うん。あれをごまかしてるんですよ、アニメーションの場合。ああ、描くの面倒だから。うん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 。最後にアーティスト、その元のアーティストに何かワンポイントアドバイスとかありますか。うん、うん、もっとあのねメリハリつけるんなら、うん、思い切ってやっちゃってもいいんじゃないでしょうか。うんうん。じゃあありがとうございます。どうもどうも。みんなこういうアドバイスシリーズの中で他の動画いっぱいあるのでぜひ見てください。あとはドキドキチャンネル登録お願いします。じゃあひのいさん今日ありがとうございます。バイバイ。どうもどうも、達者でー。